段差トレーニングで足関節拘縮と足指の握り込みを改善、壁や柱など安定性に優れた支えを利用しましょう。履物はクロックス仕様のサンダルがおすすめです。もし一歩踏み出すことが恐ろしく感じる場合は注視してもっと低い段差で行うようにしましょう。まずはゆっくり2回上り下りを行ってみましょう。お疲れ様でした。